So I get into fights on purpose. こっちはいつでも出れるで、ナギモ。待ってくれ。俺も連れてってください。お願いします。 助けてやりてえんです。なのに俺はあいつがさらわれて今どうなっちまうか分からねえって時に余計なことばっか考えてた。俺はハルトのおむつ何回も変えたんすよ。うんこもしょんべんも 何度も引っ掛けられた。でも帰りゃその度にあいつは笑ってくれたんです。俺はもっともっとハルトの笑ってるとこを見たいです。ハルトは俺の子なんです。だから 俺も一緒に行かせてください。ああ、now he's owning up a little bit。当たり前じゃ。はよ乗れや、このバカだれ。ええじゃろ、兄貴。バカ野郎。野暮なこと聞くんじゃねえ。 間違いないで赤ん坊はそいつらがさらってったんじゃろう。そいつらどこに向かったんじゃ。操船所が沖に浮かべとる資材があるじゃろう。どうやらそこに紛れとったらしいで。資材に紛れてった。どういうことだ。まあ見たら分かりますわ。確かに船ごと身を隠すには持ってこいの場所かもしれん。そういや 神社で襲われた時逃げたきりですわ。<笑>ほっとけえんじゃあのけど、おやっさんもあんなんかくまう必要ないじゃろうが。<笑>まあそういうね、田頭。しかし坊ちゃんさらってった連中は何者なんじゃ。のう兄貴。あいつらは人言派だ。連中の中に半純義がいた。 間違いない。あいつが広島に。誰がさらったにしても黒幕は岩見恒夫だろう。親分、俺にはまだよくわからないことがあります。なんだ。この尾根道と西洋会とのつながりです。ん？
ユータはガキの頃からこの尾道にいたって話でした。舛添へ携わって兵配つの二人も昨日今日尾道に潜り込んできたわけじゃない。西洋海と尾道の間にはずっと前から何か因縁があったはずです。さすがだね。けど因縁はあんたが思ってるよりもずっと古い。うちのクリス会長と西洋会との付き合いは戦前からあったらしいね。戦前言うたら70年以上前じゃ。会長はともかく、老はそこまで年取らんじゃ。おう、だからその頃の西洋会の頭は老の先代だよ。で、戦争で一旦切れていた付き合いがまた始まったのが30年ぐらい前だな。西洋会は老に代替わりしてた。30年前。その時二つの組織をつないだのがさ、ヒーハイツの日光ビジネスだよ。え？ヒーハイツってのは戸籍のない中国人の子供たちだ。ローはその子たちを尾道に密航させてよ。クルス会長がその受け入れを頼まれてさ。しかも会長はそのヘイハイツの子供たちに闇で日本人の戸籍を作ってやってさ。ざっと1万人ぐらいの子がそうやって日の目を見ることができたんだ。俺も若い頃はその事業を手伝ってたよ。おやっさんも？ソガーのこと初耳ですわ。お前に言ってねえことなんかまだ山ほどあんだから。親分、その兵配つの件にはクルス会長の息子岩見常雄も絡んでいたんですか？ん？ああ、常雄もローと話す機会はあったろうな。そうか。それが尾道と西洋会を結ぶ因縁だったってことか。その因縁じゃったらもう一つあるじゃろうが、兄貴。うん。これアジア街でローが中国語でつぶやいとった尾道の秘密いうやつじゃ。毕竟那味道的土地生长着不能被人知道的秘密。なんだそれ、聞いたことねえな。いや、わしそれ少し心当たりありますわ。なんなら？クルス会長がやたら政治家に顔が利くっちゅう話なんですけど、地元の政治家だけとちゃいます。そのもっと上の連中、昭和のフィクサーいう日本の黒幕とも太くつながっとるっちゅうんじゃ。それが会長がなんや説明のつかん力を持ってるおかげじゃろうって。尾道の秘密っちゅうのはそのことなんじゃ。なんじゃその昭和のフィクサーっちゅうのは。もしかして大道寺稔すか？大道寺、おう、確かそんな名前のはずじゃ。よう知っとったの。前にテレビでやってたのを見たんで。戦後なんか事件があるととりあえず何でもそいつのせいだって言われた嫌われ者のじいさんですわ。陰で日本の政治を操っとるっちゅって。オイルショックもバブル崩壊も全部そのフィクサーの陰謀なんですわ。くだらんよたいいよって。どうせ踊れの話はまたどっかの雑誌ネタじゃろうが。おお、見えてきたで、あそこじゃ。兄貴、あれは造船に使う資材じゃ。わざわざ陸にでっかいの積んどくより広い海で浮かべとく方が移動やらなんやらで便利なんじゃ。あそこにハルトが。よう、キリュウさん、悪いが俺といい。ええ、もちろん。なあ、お嬢ちゃんたちのこと隠してて悪かったな。俺も迷っちゃいたんだけどよ、坊主が無事でいるうちは俺なりにいろいろ
確かめたいことがあってね。まあ結果がこのダマだけだよ。坊主のこと頼むよ、キリュウさん。それとさ、いつだったかお嬢ちゃん、親として坊主を育てる自信がついたら沖縄に帰りたいって言ってたぜ。はるかが、あの子があんたにも黙って消えたのはさ、いつかあんたのところに帰るためだったんだよな。必ず俺たちでハルトを無事に取り戻してきます、親分。Do food. 食ったな。素晴らしい味だ。素晴らしい味だ。うまい。まあまあ。食ったな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 。Nope, wrong way.
This guy's like a boss.先ほどはどうも。赤ん坊は大事に扱っていますよ、桐生さん。お前、半純気。ですが今日はお招きした覚えはありません。今すぐお引き取り願います。その上で、あなたがたには、やっていただきたいことがあります。それさえ済めば、ハルト君は傷一つつけずにお返ししますよ。俺たちにやらせたいこと。 正確に言えばそれができるのは、ユウタ君だけです。お近くにいるようでしたら彼にお伝えください。太陽界のローを殺すように。なんだと。ユウタ君なら、父親であるローを警戒させることなく近づけるでしょう。ですが我々には、ローの所在をつかむことさえ非常に難しい。実際、アジア外にあなた方が乗り込んでいったとき、 あのローが姿を現したのは実に。そういうことだったのか。ユータにローを殺させ、次元は3日。ユータ君もローを殺せばさすが生きては戻れないでしょう。しかし、もしやっていた。ハルトを殺すのか。まだ言葉も喋れない。一人で立つ。お前のスポーツマンシップとやらはどこに行った。男として美しくありたいとか抜かしてなかったか。くだらねえ真似する前に俺と蹴りをつけろ。 お前に会いに行くのは俺一人。お前も男だったら聞いてんのか。わかりました。桐生さんがお一人でいらっしゃるとあっては、お迎えしないわけには。私のところまで辿り着ければの話ですかね。お待ちしています。桐生の兄貴、どうなったです。今の電話、半純義からすよね。聞いてた通りだ。 兄貴、いかんですって。まだ相手は何人。いくら兄貴でもたった一人じゃ。全員で行けば、ハルトの安全、他の交渉材料を思いつく時間がなかった。ハルトは必ず俺が取り返してくる。俺に任せてくれ。 I died. This is the first time I've died in this game. あ、まあ、食ったな。
Oh. おっしゃってた通り、本当にお一人でここまでいらしたんですね、桐生さん。そっちは何人いても構わねえと言ったはずだぜ。あいにく残っているのはもう私一人だけです。どの道人軍派という組織はこれで終わりでしょう。 一つだけ確かめておきたいことがある。お前らをバックから動かしているのは岩見恒夫で間違いねえな。ええ、アジア外の火事があった後、我々に近づいてきたのが岩見恒夫でした。東上界と西洋界の抗争を煽れるだけ煽ってほしいとね。なるほど。 その見返りに受け取った金でスターダストを買収したわけか。彼は金払いのいい男です。こちらもその分の仕事はしましたがね。あいにくローは取り逃しましたが、息子のジミー・ローを殺したのも我々です。何？そうそう、あの達川君とも仕事をしましたよ。あの日
田村町で達川君が沢村遥を車で引いた時は、私もあの場にいました。なんだと？達川君が赤ん坊をさらうのを見届けるのが我々の役目でした。目的は今回と同じように、裕太君に牢への資格となってもらうためです。なる。なんで達川は遥を引いた？ 達川君は土地を踏んだんですよ。誰もあんな結果を望んだりはしていません。あの事故の数日前、達川君は広瀬の不在を狙って沢村遥の前に姿を現しました。身を隠していた彼女には衝撃だったはずです。しかし達川君は何よりもまず沢村遥に敵意がないことを示しました。 組織に逆らってでも彼女たちを助けたいのだと、そのために、もっと安全な場所に逃がしたいのだと、塩らしく訴えたそうです。その気になれば、いくらでも手を出せる状況で自分たちに手を出してこない。その上、達川君は彼女に赤ん坊を連れて神室町に向かうよう伝えただけで、その場を立ち去りました。そんな彼を、お嬢さんが疑い切れなくても、 責めることはできないでしょう。タスカはなぜ遥をわざわざ神室町におびき出した？沢村遥が隠れていた集落は非常に狭く、ことを起こせばすぐ騒ぎになります。しかし、裕太君を刺客して牢へ放つまでは、赤ん坊の誘拐を誰にも知られるわけにはいかなかった。その点、 神室町なら誘拐の舞台にうってつけです。たとえ悲鳴を上げられようが、あの町では誰も気に留めません。そしてあの日、神室町のある地下駐車場で達川と落ち合った彼女は、赤ん坊と一緒に車に乗り込むよう言われました。その車に乗せさえすれば、達川は彼女たちを石見恒夫の元で監禁できたでしょう。 된거지? 타츠카와는 뭐하고 있는거야? もしあの時彼女が車の衝撃で手を離していれば、赤ん坊はコンクリートに叩きつけられていたでしょう。しかし彼女は決して子供を離そうとはしなかった。母親の強さというのは大したものです。そうか、てめえらがはるかを。あれは事故ですよ。 それに我々はただ岩見恒夫の指示で動いただけです。ハンチュンギ、お前がそこまで話すってことは、俺に殺される覚悟ができたってことか。いいえ、ただあなたを殺してしまった後では何も教えて差し上げられないと思いましてね。それではさすがに気の毒です。ですが、 これで思う存分、あなたとのケリをつけられる。ここに我々を止める者はもう誰もいません。思う存分、殺し合いができますね。
キリュウさん望むところだ。これがジングオン派の最後の払いだ。 素晴らしい味だ。
ほう。また世話悪かったな、ハルト。キリエさん、やはりあなたには私が自分の誇りにかけて戦うだけの価値がありました。あなたにだったら殺されても悔いはありません。子供の前でそんなくだらねえ真似をするつもりはない。いつまでそんな甘いことが言えるのか。岩見つねおもローもその赤ん坊の命を何とも思ってない男たちですよ。彼らはどんな手でも平気で使ってきます。それでもあなたは泥沼の殺し合いにどっぷり浸かりながら筋を貫いていくんでしょうね。あなたならいつか尾道の秘密にもたどり着けるかもしれない。尾道の秘密か。なんだって言うんだそれは。誰が何を隠している。隠しているのは陽明連合会のクルス会長です。そしてその秘密をあの老人が独占していることにこそ広島の力の根源が。お？兄貴！キリの兄貴、ようご無事で。ハルトは取り返してきたぜ、ユータ。ハルト、怖かったよな。俺のせいでお前とお前の母ちゃんは。おう、やるぞ。もう帰るぞ。反純喜が撃たれた。ああ、誰にどこから撃たれたのかは分からなかった。犯人はその後すぐに消えちまったようだ。
そいつも常夫の手のもんだろうな。しくじった半純儀にけじめつけたってことか。撃たれる前、半純儀は尾道の秘密を隠しているのがクルス会長だと言っていた。西洋会の牢も尾道の秘密を気にかけてた。その秘密ってのは俺らが思っているより岩見恒雄や西洋会の殺し合いに深く関係しているのかもしれない。ほいじゃあうちの会長が何もかも裏で糸引いとるっちゅうことですかい。いや、クルス会長と恒雄の親子は別個に分けて考えた方がいいな。特に恒雄ってのは見かけほど父親の言いなりじゃねえんだ。どういうことです。もともと会長は恒雄に裏の家業を継がせる気はなかったんだ。で、陽明連合会の跡目は小清水に継がせるつもりで若頭につけたんだけどな。ところがどっこい、いつの間にか恒雄はその小清水を手なずけしまって自分のいいように動かしてる。岩見恒雄はありがちな野心家の二代目だけどさ、それが案外無能じゃねえってのが厄介でね。クルス会長は案外顔してるよ。親分はクルス会長とはどういうの。まあ茶飲み友達みたいなもんかな。え、ほんまですかい。年取るとじじい同士でしか話せないこともあるからよ。ただそれでも俺は尾道の秘密なんてもう会長から聞いたことがなくてね、いまいちピンとこねえんだよな。ありもしない秘密が噂だけで一人歩きしているってことかもしれません。あの、それより兄貴、ハルトは今夜どうします。ここに置いとってもまた本家の連中に狙われるかもしれんで。とりあえず今夜は俺のアパートに連れて帰る。この町はあそこが一番マシだろう。あ、そうっすか。お前も来い。狭いとこだが何とでもなる。いいんすか。ああ、遠慮なんかするな。ありがとうございます。Let's go. Let's go. Huh!
Oh, somebody shot me. Oh. Oh, nice finisher. Shibaraku netero. Give me that. Dude, this is a Shenmue thing to do right here. いらっしゃいませ。 さあ、行くか。ありがとうございました。 不思議なもんすね。 兄貴は血なんてくだらねえもんだって言ってましたけど、 やっぱり 自分の息子だって思うとなんていうか、こいつを守るためだったら本当俺自分なんかどうなっても構わねえなって。そうか。俺はガキの頃ずっと荒れてました。物心ついた時には施設に入れられてて、ダチといえばそこの悪ガキだった達川くらいでした。自分を捨てた親を恨もうにもその顔も思い浮かばねえ。もうどうでもいいって思ってましたよ。 そんな感じだったんで、広瀬一家の杯受けたのも達川に誘われるままだったんす。あれは今思えば松添と一緒になって俺を監視しやすくするためだったんすよね、きっと。でも俺は広瀬一家で初めて家族ってもんを感じたんです。広瀬の親父さん、南雲の頭、松永の兄貴、田頭。その頃は達川もマジで家族だったんす。 小さい初体の組でも俺は広瀬一家のもんとして自分がいてもいい場所があるってのが嬉しかった。遥もお前と似たような生い立ちだ。ええ、彼女から話聞く前からそれはなんとなく感じてました。人との距離感とか接し方とか、そういうの見てると分かっちまうんです。血のつながりってのに甘えることができなかった。 俺と同じ苦労をしてきた子なんだってのが。なのにその遥ちゃんが俺の血のせいでひでえ目に広瀬一家の家族にも俺は遥ちゃんとのこと隠してえらい迷惑をかけちまった。ずっと彼女と春人をかくまってくれた親父さんにはもう言葉もねえ。だからきっちり俺がけじめをつけねえと。どうしたいんだお前は。明日 カムロ町へ行きます。うん、西洋会に乗り込んでローと話をつける。ハルトのことも俺のことも、きっぱり諦めるように話してみたいんです。簡単に済む話じゃねえことは分かってます。でもそうしない限りハルカちゃんもハルトもずっとつけ狙われちまう。俺も同じことを考えてた。え、お前は自分のその意思をはっきりローに伝えろ。 そしてやつがもしそいつを飲まねえって言うなら、俺がこの手で西洋会を潰す。兄貴、俺とお前二人でケリをつけるんだ。ユータ、はい。
兄貴、南雲の頭たちに心配かけたくありません。カムロ町へ行く前に一言知らせときましょう。お疲れ様です。うっす、お疲れ様です。広瀬の親分は？いや、またフラットどっか行っとるようで今おりませんわ。おやさんに何か用で？そういうわけじゃないんだが、これから俺とユータでカムロ町に行く。ハルトも一緒だ。カムロ町に？ああ、西洋会に話をつけんな。俺の実の父親ってのと縁を切りに行ってきますよ。自分の息子守るために父親となしつけなきゃならないってのもおかしな話っすけど。ほう、ほいじゃあわしも行きますけ。チートを待っとってつかさい。支度します。いや、今度は俺とユータの二人だけで行く。お前らは広瀬の親分についててくれ。陽明連合会の出方次第じゃ広瀬一家ものんきにしてらんねえはずだ。え？なんでですか？昨夜小清水をビール瓶で殴ったのはお前だろ。まだ本家からは何も言ってこねえのか？ええ、本家は今それどころじゃなあですけ。ん？何かあったのか？朝、舛添の死体が見つかったんですわ。眉間に玉黒で海に浮いとったらしいで。なんだと？西洋界に消されたっちゅうことですけど、あいつも辰川と同じように組織から抜けようとしとったんじゃけ。わからねえ。だが昨夜の半巡儀も銃で撃ち殺された。もしかしたら二人を殺したのは同じ奴かもしれないな。なんや、不気味じゃの。尾道もカムロ町もどこにおっても安心できんちゅうわけか。あの、桐生の兄貴。ん？こっちもいろいろ心配っすけど、そろそろカムロ町に向かいませんか？俺はもういつでも大丈夫っす。兄貴の準備ができ次第すぐにでも行きましょう。兄貴、もうカムロ町へ？ああ、行こう。わかりました、行きましょう。ユータ、まずはセレナに行くぞ。アジア街に行くならハルトは連れて行けない。伊達さんに安全なとこでかくまってもらう。ええ。
ハルト君、久しぶり。ママ、また面倒かけることになりそうだ。伊達さんは？あの人に用ならすぐ呼ぶけど。ああ、頼む。ハルトを伊達さんに少し預かっててもらいたいんだ。できたらこの店以外のどこかで。え？もしかしたらハルトを狙う奴が襲ってくるかもしれない。あ、わかった。ちょっと待ってて。こいつがハルカとな。でもよ、本当にこいつなのか？俺だとなんかまずいんすか？ハルカのことはガキの頃から知ってるんでな。広島の若いヤクザとそんな風になるなんて思ってもみなかった。おまけに俺は中国マフィアのボスの子ですよ。分かったよ。キリュウが何も言わねえのに俺が愚痴ってもしょうがねえやな。ていうかキリュウ、お前はいいのかよ？俺はもうこいつの鼻がもげるほど殴ってやったんだ。なんで、やっぱりそうだったのか。伊達さん、ハルトの保護を頼めるか？ああ、なんとかする。そっちは任せてくれ。それより、カムロ町で動きがあったぜ。尾道から岩見つねおが出てきてるぞ。何？いつこっちに？昨日、東条会の本部で菅井と会ってるようだ。他にも陽明連合会の極道らしいのもカムロ町に集まってきててな。そのせいかアジア街の採用会もピリピリしてる。嵐の前の静けさって感じだ。岩見つねはカムロ町に何しに来た？前にお前から聞いた小清水と染谷の杯は流れたって話だったんだが、またそれを仕切り直しに来たのかもしれん。あいにく詳しいことはわからない。ああ、じゃあ俺ちょっと電話してみます。うちの親父さんならなんか知ってるかも。兄貴、ハルトのこといいすか？はあ。なあキリュウ、採用会となしつけるっつっても今ってのはタイミングとしちゃ最悪だぜ。アジア外の警戒レベルはかなり高くなってんだ。もう少し待てねえのか？そうも言ってられねえさ。半巡儀に増すわ。どんどん死人が増えてんだ。おい、あいつ戻ってこねえな。電話まだ終わらねえのか？ユータ。Of course. こいつは。どうした、キリュウ？ユータがいない。消えたって。おい、まさかあいつ。わかるね。あ、你们都记得我是谁，对吧？我来见我老子。如果他不在，我可以等。把两手张开。别碰我。现在找我。没酒就没法子跟老爹说话。
Yo, cuso, oyaji. Ippai, tsukiae yo. Little Tokyo or Little Asia. There it is. Of course, I gotta fight the. Wait a minute, what's that? Oh, that's him right there. I don't like fighting these guys. で電話する。 Yeah!
Where's the guy's gun? その先には行くな。どうもここにいるんだな。ユータはどうなった？あのガキが火をつけたんだぞ。あのガキが。ユータはこの奥だ。さっさと逃げろ。こんなとこで焼け死にたくねえんならな。 たくましくなったもんでしょう。兄貴のおかげで随分修羅場をくぐってきましたからね。最初からローと二人で死ぬ気だったのか、ユータ。そんなんで全部解決するとでも思ったのか。あいにくですけど、 ローと俺が死にさえすれば、もうハルトを狙う奴はいなくなります。全部解決ですよ。なあ。どうせ私が何を言っても聞く気はないのだろう。まあね。 よう、クソ親父。一杯付き合えよ。
どうやら全てを知ったようだな。あんたがハルトを始末しようとしてることも全部な。それをゲロった舛添はあんたがやったんじゃねえの。舛添が死んだ。それでお前はここに何をしに来た。だから言ったじゃないの、あんたに一杯付き合ってもらいてえって。ガソリンか。あんたら最妖怪には俺の子供ハルトの子供すっぱり諦めてもらう。俺はあんたの後継者なんてもんには死んでもならないよ。だから私を殺し自分も死ぬか。短絡的に過ぎるな。私との交渉次第では自分も助かる選択肢がどこかにあるはずだ。交渉しに来たんじゃねえよ。頭使うのは苦手でね。俺にできんのはせいぜい自分のガキのために命張ることだけだ。心中に付き合う必要はねえ。お前が死んだらハルトはどうなる。もう誰にも狙われなくなりますよ。俺もローも死ねば最妖怪の跡目はまっさらに仕切り直しです。他になりたい奴らが殺し合いでも何でもして勝手に新しい跡目決めるでしょう。そんなこと聞いてんじゃねえ。ハルト、父親のいねえ子供にする気かって聞いてんだ。これが俺の最後の頼みです、兄貴。ハルトとハルカちゃんは兄貴に頼めませんか。だって俺みてえなガキよりあの二人もその方がずっと。聞いた風なことを言うんじゃねえ。死なすわけにはいかねえ。全員でここを出る。余計なことしねえでくれ兄貴。ハルトのためにはこうするしかねえんだ。なら俺は力ずくでもお前をここから連れ出すだけだ。どうしても邪魔するってんなら俺もあんたを追い出すしかねえ。力ずくでもです。俺はここを死に場所と決めたんですよ。男が腹くくって考えに考えて覚悟して今ここにいるんだ。たとえ兄貴にだってそれを止めるなんてできるもんじゃねえ。命の価値を自分勝手に決めてんじゃねえ。一発の口を聞くな。
言うて。皮肉だな。最妖怪の血の掟きてが息子を私への最悪の資格へと変えてしまった、うん、ふざけたことを言うな。あんたがこいつをどの面下げて息子と呼べる。その通りだな。我々最妖怪は血の結束を過信して結局全てを失ってしまったようだ。私が赤ん坊に殺意を持ったとお前が知った時に全ては終わっていた。お前はたとえ殺されても最妖怪を継がんだろう。ならもうハルトには手を出さねえか。あいつを二度と狙わねえのか。ああ、最妖怪の総帥として約束する。赤ん坊にもお前にも我々が手出しすることは二度とない。だが一つだけ言っておく。ユータを私と差し違えるように仕向けたのは私を殺そうとするある男の意志だ。何の話だ。その男の目的は尾道の秘密を守ることにある。私は尾道の秘密を暴けるただ一人の生き残りなんでな。何？そのある男は陽明連合会のクルスに命じられ、古くから秘密を守るための殺し屋として多くの人間を手にかけてきた。そして今我々最妖怪の血の掟きてを逆手に取り、ユータが私に殺意を持つようそそのかした。どうだ、心当たりの人物が思い浮かばないか。まさか
道具に使ったってのか。あれはアジアガイを手にした私が息子のジミーローを殺された後のことだ。クルスはこの道の秘密を知る私に日本を撤退するよう迫ってきた。その使いで私の前に現れたのがあの広瀬という。 悪いね、時間取ってもらっちゃって。広瀬さんだったか。あんたもおじいちゃんなんだ。孫の顔を一目見たいだろうと思って連れてきてやったよ。あなたの目的は私に孫を見せることじゃないだろう。尾道の秘密の件では。 話が早くていいね。本当あんたを殺しちゃ手っ取り早くて済むんだけどな。でもうちのクルス会長はあんたらが日本を撤退すりゃそれでいいってさ。あの人も俺ももう血は見飽きてんだ。我々採用界はすでにアジア外に莫大な投資を済ませている。だがその回収はまだ済んでない。 撤退する気はねえってことか。そして何よりクルスの息子は我々の後継者であるジミーローを殺した。ビジネスとしても人の親としても私にはあなた方の要求を聞く道理がない。そう言うと思ってね、あんたにはいい条件持ってきたよ。 なんだ、その赤ん坊を目の前で殺すとでも言うのか。宇佐美雄太をあんたにくれてやる。あいつには最王会の後継者になるよう俺から説得してやる。それでどうだ。この条件で飲めねえっつんなら雄太に全部話しちまうけどな。この赤ん坊があいつの子で あんたがそれを始末しようとしてることも全部さ、そうなりゃあいつはあんたの後継者には死んでもならない。あんたらの組織が一番大事にしている血のつながりが途絶えてしまうな。それでもいいかい。その赤ん坊はどうする。俺が面倒見させてもらうよ。永遠にこの子の存在は雄太から隠し通してやる。 私としてはここで赤ん坊をもろとも、あなたの口を封じるという手もある。やってみるかい。その時は真っ先にあんたが死ぬよ。それに手下ども同じ4人か道連れにさせてもらうわ。ふん、それは大げさだ。そばに控えている部下たちは全員銃を持っている。 俺にできねえと思うか。クルスのもとにまだあなたのような男がいたとはな。俺の隠れ家の周りでうろついてるあんたの弟子だな。達川と松添、すぐ引き上げさせろよ。 それと採用会の岡室町撤退には一月だけ時間やる。尾道の秘密はさ、あれ守るために俺何人もぶっ殺してきたんだ。そんな中には俺を可愛がってくれた兄貴分もいてね。もしあんたに秘密ばらされたら 兄貴たちが浮かばれねえんだよ。
傍から見れば不思議に見えただろう。私は100人を超える部下に守られながら、たった一人の老人を相手にその要求を丸呑みさせられた。広瀬との交渉を終えた私は、まず増添と辰川へ出していた赤ん坊の殺害命令を撤回しようとした。だがすでに石見恒雄へ寝返っていた辰川は連絡を断ち、そしてカムロ町のあの引き逃げ事故が起きた。赤ん坊は広瀬の手を離れ、広瀬は自分が我々への交渉材料を失ったと感じたはずだ。そうなると尾道の秘密を守るためにあの男が取るべき道は、私の殺害以外にない。それで広瀬の親分が雄太をあんたに差し向けた。信じられないか。ではあなた方に赤ん坊が雄太の子供だと告げたのは誰だ。宇佐美雄太。増添や辰川が赤ん坊の命を狙ったことを明かしたのは、そしておそらく殺されたという増添は広瀬にとって用済みだったんだろうな。あの老人が独占していることにこそ広島の力の根源が。極道が長生きをすると、いろいろなものに縛られる。私は組織の知能を着て、そしてクルスと広瀬は尾道の秘密。そのために広瀬は自分の組の子分だった雄太を捨て駒にするまでになり下がった。信じられるかよそんなこと。おやっさんがそんなバカな。それを確かめる方法が一つだけある。なんだ。尾道の秘密を暴くこと。広島の老人たちはそれを阻止するために本性を表すはずだ。ただし、もしあなた方にそれを目の当たりにする覚悟があるならの話だがな。